間は、全日本とアジアカップ、タイヤがもうほとんどの選手なんですけど、いい思い出ないすごい転び方とか結構危ないとき、なんとか見たよ。もっとあれでさ、生きてるよな。おっさんだからもうあれだよ、ね、あれで永久にもう立ち上がれなくなるよ、ね。これやばかったです、今回も。人間の動きじゃなかったじゃん、なんかあれ。うん、なんか、ありえない。視界が一瞬で雪のとこ行ってびっくりしました。あれでよく立ち上がるよな、信じられんよ。それだから硬いんですか、ここが。はい、硬いです。考えられない。どうなっとるの。さすがにあれなんか受け身っぽくなかったよ、取れてなかったっぽいよな。取れてなかったね。え、瞬殺だったよ、まさに。よいしょ。ちょっと奥行こうか。プラッ。うん。一応しまってると、うん。ファンが、ご飯めちゃめちゃ体回りすぎちゃうんですけど。おー。そうだよね。正面向けておく方がいい。そうだね。うん。要はテレマークってさ、打ち足乗ってると、もうめちゃめちゃローテーションしてるから、はい、腰が。だから、よく曲がるんだよ。はい、テレマークってその、上手い人にとっては、あれ曲がりすぎるなっていう感じになるんだよ。で、初心者とかにとっては曲がりやすいの。だから割とスキー経験、スキーが上手じゃない人でも前後に入れ替えさえすれば結構曲がっちゃうのがテレマークのいいところ。だけど上手い人にとってはそれはもう曲がりすぎって言ったようにそう感じるんだよね。だからそこをうまく調整していく必要はある。そうだね。基本的にはスキーよりもちょっと外交を強める意識がないといけないって感じかな。うん。で、内足なんだけど、乗り方としてはこういう作り方。うん。そう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 。だからめちゃくちゃかかとを組んで、まず最初にこの足首を入れる。めちゃくちゃ入れる。このフラット両スキーが揃った状態でまず足首だけちょっと入れる感じね。がっつり足首だけ、まあ膝、すねで足首を前に倒す。でそこから、まあ、ブーツが硬いからそれ以上足首前に入らないと思うから、そこから今度膝をまっすぐ下に落としながら、ま、落としていく。そうそう。で最後お尻がそう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 。一回さ、ちょっとブーツ一回外してみるか。外すときはさ、ここのここに引っ掛けてパンってやったら取れるから、うん、ストックでやってもいいし、うん、そうだな。でイメージとしてはこうじゃなくてこう、そうで今そうするとこっち側に体重かかるから、その後こっからこの足、外足をうまく使っていく。そうやってみるか。ブーツ入って、あ、ブーツ入って。
たいからね。ちょっと生えきってないかな。むずいで、最初そのブレーキのストッパーをちょっと踏んで、そうそうそう、でちょっと前に入れていく感じ。その踏む辺、踏む位置の位置がポイントなんで、ね、入ったかな、 OK かな。ブーツの反発に負けて膝がこう浮いてるとダメなの。こうなるとダメなの。ここをグッと下げて、うん、今の運動としては最初のお尻が動いてるんじゃなくて、そう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 、いいねー、いいねー、いいよー、いいよいいよ、そう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 、ガンガン膝入れこう、膝をがっつり入れていく、結構いいよ、うん。こんなイメージね、俺がちょっとやってみる。膝をしっかりとガーッてやる。最初のお尻が下がったから、うん、足首を曲げて膝をどんどん落としていって、もうブーツを本当に縦に潰していく感じね。ブーツをギャーって潰す、そう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 、もうそこを押さえ込む、道具を黙らせる、そう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 、いいね。一歩目と比べてどう？疲れた？よりもだいぶ楽です。そうだよね、なんか思ったより前に頼っていい感じで、ああ、そうだね、あそこまでしゃがんだら前足どんどん使っていっていいか、内足にしゃがむのが正確にできたら